皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンクエストライバルズ実況始めていくんですけども、ついにね、第5弾カードパック、勇気の英雄譚、全てのカードが出揃ったということで、1からちょっと見ていこうかなと思います。はい、1から言うても新しく追加された分ちょっと見ていこうかなと思うので、よろしければね、最後までお付き合いください。まずはテリーのカードを早速見ていきましょう。これかな、エビルスピリッツ、2コスト23ステルス、このユニットの攻撃は味方リーダーの攻撃としても扱う。強くない？これ結構強くない？だからそのライアンとかいましたよね。リーダーが攻撃するたびにコストが下がるみたいなカードがあったので、そういうカードと組み合わせてあげると、このエビルスピリッツは結構強いのかなと思うんですよね。で、ステルスなんで、多分1回はほぼ確実にアタックできるわけですよ。結構強くないか、これ。あと、あれね、カメレオンマンとか、カメレオンマンとかとの相性がなかなかいいんじゃないかなと思いますね、これ。いや、非常に強いんじゃない？しかも、ステータスも、すごく強い。もうテリーにドルヌーバーを入れる意味がなくなりました。こいつでいいよね、ドルヌーバー入れるなら。いや、これは強いな。8点でいかせていただきます。いや、これ強いと思う。普通にテリーが、ライアンとか採用して戦えるようになったんじゃないかなとは思います。はい、お次、次がこれか、デビルアーマー、6コスト76召喚時、味方ヒーローがいる場合、手札にあるランダムな武器を装備する。これめちゃめちゃ強ないか、これめっちゃ強ない？ステータスどうしたんこれ。ステータスどうしたんこれ。インフレにも程があるんじゃないこれ。6コスト66でもね、結構高い、ステータスのうちに入ってると思うんですけど、6コスト76、平常スタッツちょい上ぐらい、プラスアルファこの能力、これちょっとやばいと思うよな。これで装備したいのは絶対的に雷鳴の剣ですよね。雷鳴の剣を装備したいですね。だこれ出すことによって、手札に雷鳴しかなかったら雷鳴装備してそのまま殴りに行けるわけでしょう。だから一旦早く雷鳴を装備して顔に詰めれるということなんでしょうね。これめっちゃ強ないか。だいぶかっこいいし、これめちゃめちゃ強いと思うんだけど、どうでしょうか。いや、強っ。しかも 76? やばくないこれ。9点でいかしていただきます。これす、いや、テリーね、なんか今の環境結構微妙やなって言われてきてると思うんですけど、普通にデビルアーマーと23のやつ、何やったっけ、これか、エビルスピリッツ、この辺組み合わせたらだいぶ戦えるんじゃないかなと思うんですよね。いや、めっちゃ強いと思う。めちゃめちゃ強い。これね、対戦中に味方リーダーが攻撃した回数分コスト下がってくれるんで、これも相性いいですよね。相性いい。だいぶ強いな。だいぶ強いな。次、ゼシカ。あれ？見た。あ、これか。アークマージ。6コスト27。この対戦の間、ヒーロースキルが発動した回数分攻撃力プラス1を得る。このユニットの攻撃力が5以上の場合、さらに特技ダメージプラス2を得ると。多分これは使われないんじゃないかなと思いますね。多分使われないんじゃない、なんか使いづらいですよね。使いづらい、スタッツヘルス7っていうのは結構強いと思うんですけど、攻撃力5以上ってことは、3回唱えていれば特技ダメージプラス2を得ることができるんですけど、多分これは使われないんじゃないかなっていう気がしますね。6コスト払ってこのユニット出すなら、ゼシカやったらね、普通に細かい動きして OTK の準備を整えた方が結構強いんじゃないかなと思うんで、使ったら面白そうっていうぐらいだと思います。はい、5点でいかせていただきます。はい、お次、これがマヒャドです。
マイハデトス10コスト、氷塊以外の全ての敵ユニットに5ダメージ。この対戦の間場に出た氷塊の数分コストマイナス1。なるほど。まあだから、まあ7コスぐらいで打てたら強いかなっていう感じか。まあ、氷塊ゼシカって、例えばヒャドとか、吹雪の魔女とか、単体除去には結構特化してテンポ取ることができるんですけど、全体除去がやっぱり乏しかったんですよね。イオとかイオナズンとかもやっぱり入らないし、まあ、入ったとしてもバーバラとかだったと思うんで、まあマイハドデスが入ったことによって、まあ、全体除去に対しても、立ち回れるようになったと考えると、まあまあ強いかなとは思うんですけど、いやわざわざ採用するかなっていう気がするんですよね。だするんだよな。まあこれ入れるなら普通に指導とか入れた方が強いんじゃない？盤面にユニット残るしね。まあ結構ロマン的な効果は書いてあるんですけど、わざわざ採用するかって言われると難しいんじゃないかなとは思います。はい、まあ、ワンチャン8コストとかで打たないといけないと思うんで、8コスト9コストとかね、まあ、どれだけ氷塊をデッキの中に採用するかによるんですけど、まあ結構使いづらいと思います。はい、6点でいかせていただきます。はい、お次アリーナですね。アリーナ、ゲルダ見たよね。これか。炎の戦士。4コスト44。召喚時。前列に召喚した場合、味方ヒーローがいるなら、一マス前にいる敵ユニットに4ダメージ。おー、だからまあ、あれか。ハッサン的な感じかな。ハッサンですよね。ハッサンの4点バージョン。がこのスタッツで打てると、結構強そう、結構強そうですね。まあどのデッキにも多分ヒーローカードっていうのが採用してくると思うんで、もちろんこのカードも効果が発動するわけですよね。これ普通に強いんじゃない？床アリーナに採用したらだいぶ除去の幅が広がるんじゃないかなとは思うんで、まあこれ使ってみたいですよね。炎の戦士も、まあ、昔からいるモンスターなんで愛着もあるでしょう。これ結構強いんじゃないかなと個人的には思いますね。はい、なあ、ハッサンが4コストで打てるって考えたら強いですよね。ただ4コスト帯で言うと切り裂きピエロとかいるんで、まあ結構圧迫はするのかなとは思うんですけど、これはまあ魅力的ですよね。切り裂きピエロと交代してもいいぐらい魅力的な能力スタッツをしてるんじゃないかなと思います。はい、7点で8点でいかせていただきます。はい、お次これかな。5コスト32の武器、攻撃時武術カードを3種1枚ずつ手札に加える。あー、なるほどね。あ、攻撃時か。へえ。なるほどなるほど。まあいやどうだこれ。使うかな。まあ武術カードね、飛び蹴り引きたいのに引けないっていう人には欲しいかなとは思うんですけど、5コスト払って3点しか出てないんでね。まあ能力は非常に強いんですけど、5コストっていう点がちょっとネックかなとは思うんですよね。だからまあマックス、武術カードをストレートパンチ2枚、飛び蹴り2枚、精神統一2枚を確定で持ってこれるって考えると、まあまあまあ強いのかなとは思うんですけど、どのデッキに入るかなっていう感じですよね。どのデッキに入んのかな。ユカアリンダとか入んのかな。飛び蹴り引きたいしみたいな。だ、赤リリスとかぶるんですよね。まあ赤リリスもね、別に5ターン目に使うもんでもないと思うんで、
6ターン目7ターン目相手が展開してきた時にアカリリスを展開して、まあ、一気に一掃していく、まあ、そういう使い方もできると思うんで、まあ、なくはないのかなっていうぐらいかな。うーん、まあ、書いてることはだいぶ強いと思います。はい、6点で 6.5 で行かせていただきます。はい、ということで、今回はテリー、ゼシカ、アリーナ見てみたんですけども、まあ、気になるカードというとやっぱりテリーのこれデビルアーマー、これすごい気になる。あとは炎の戦士、まあ、この辺もちょっと気になりますよね。うん、これも気になる。これ強いと思うんだよな。普通に強いでしょ、ステルスやし、しかもゾンビ系なんで、まあ、ゾンビテリーとかにも、まあ、無理なく入るっていう感じかな。気になる。まあゼシカはね、もうメイジモモンジャとかこのラリホービートル、この辺でも強よってなったんで、まあこの辺のカードが出ても大丈夫でしょう。あんま強くないと思うんだよな。これはもうシンプルになんか使い勝手が良さそうですよね。これ強いと思う。はい、まあ条件付きやけどね。ということで、今回気になるカード、一番気になるのはデビルアーマーかな。はい、まあ、テリー復権するんじゃないかなとは思います。はい、ということで、よろしければですね、皆さんの評価、ぜひともコメント欄で聞かせていただけると嬉しいかなと思います。はい、よろしければね、チャンネル登録、高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。